鶏むね肉。ちょっと暑いからしばらくさ、火使わんわ。しばらく火を使わない3日間そうするわ。今日は鶏むね肉使って丼にしようかな。じゃあ作っていこう。まずはフォークで刺していこう。じゃあ砂糖と塩塗り込もう。お塩少々、お酒大さじ2ぐらい。じゃあこれでちょっとつけとこう。きゅうりとナスビとトマト、それぞれサラダにしようかな。じゃあきゅうりから切っていこう。で、ナスビは切ってこう。ナスは塩水につけてちょっとアク抜きしようかな。トマトも切ってこう。あ、なんか言うたな。あ、ナスも来た。ナスも切っといて。じゃあ味付けしていこう。鶏ガラスープの素少々、ニンニク少々、ごま油小さじ1。はい、完成。あとで盛り付けようかな。じゃあナスビも味付けしよう。ポン酢、ごま油少々、生姜少々。チンとかした方が良かったかな。でお茄子もちょっと味なじませとこう。じゃあ鶏肉の味付けしていこう。お醤油大さじ1、コチュジャン小さじ1、生姜、ニンニク、ごま油小さじ1。こんなもんでどうかな。美味しくなるかな。美味しそうやで。じゃあラップしてチンしよう。 OK。豆苗とレタス、これちょっとサラダ作ってご飯の上にちょっと一緒にのせよう。味付けはシンプルにごま油と塩にしよう。お塩少々、胡椒少々。はい、サラダ OK。 どうでしょうか。おお、あ、いい匂い。いいや、いいや、なんかプリプリッとはしてるよ。もう一回ラップしてちょっとチンしよう。2分チン。その後ちょっとそのまま蒸らしとこう。じゃサラダたちを盛り付けよう。トマト、ありがとう。まだ、まだ何も味はついてないよね。まだ何も、ただのトマトトマトはシンプルにオリーブオイルとお塩、きゅうりも一緒に乗せちゃう。で、ナスビ。お野菜信号機や。ちょっとごまかけよう。じゃあ野菜の信号機完成。お肉どうかな。あ、見た目は変わってないけど、いいんじゃない。じゃあお肉切ろう。薄くてさあ、切り方を変えてみよう。オッケー、盛り付けていこう。豆苗とレタスのサラダを乗せちゃう。サラダ丼。あー、いい。お肉も乗せていこう。ちょっとトマトが残ってるから乗せとくわ。煮詰めたタレもかけよう。ちょっと糸唐辛子飾っとこう。いらんかったかな。オッケーかな。完成。
今日はあのレタスのスープにします。いいね。こんぐらいにしよう。コンソメ。で、お湯を。あ、薄かったかな。そっち色ついてる。あ、めちゃくちゃお湯なんか火を使わないって言うからさ、うん、こっちも合わせてたらさはい、完成。ちょっとこぼれてんな。あ、これ後で飲みます飲むな。いただきます。ん、あ、ちょっと濃いかも。ちょっと濃いかもしれん美味しいけどな。調子ついてたすっごいレタスが甘く感じる。どうでしょう。うん、柔らかい。あ、美味しいです。うん、ちょっとソース濃い。あ、いやいや、いいいい感じ。うん、このサラダもいい。あ、ほんと美味しい。うん、よかったよかった。コチュジャン入れたからちょっと味噌の感じするな。ここに乗せちゃうという。あー、いいですよ。なんかビビンバ風に。うん、あ、きゅうり美味しい。ナスビはちょっと皮が残るな。丸まってた背中はこう最近注意してる。うん、で本当姿勢いいよな。うそ、こうなってるのを見たことないけど。ああ、でも実際は多分その骨をさ、うん、キュッて縮めてるのよ。変なこと言うけどもしかして関節自由に外せれる人いけん。いつも俺が丸まってさ、うん、横でピンと伸びてるからさ、うん、こう見た時にさ、あれ180なんかなと思う時ある。何？いや本当に変なとこ行っちゃうわ。本当よ。なんか食べ終わった後にすぐ寝ると牛になるとか言うやん。うん。でそれで俺の友達さ、うん、本当に牛になったの。いや、ならんのよあれ。え？いや俺の友達なったよ牛に。いや嘘よそれ。だってもっと強く言われると寝ちゃうしやっぱ。え、あの牛乳美味しかったけどな。乳牛になったんや。ごちそうさまでした。オクラ、オクラの和え物から作ってか。オクラのガク取っていこう。チンしたいからちょっと穴開けとくわ。ひたすりしよう。でちょっとお塩を洗い流してチンしよう。50秒チン、うん、いいんじゃない。ちょっと日本語明日使いたいから取っとくわ。ちょっと食べやすいサイズに切っとこう。オッケー。味付けしていこう。お醤油小さじ1/2、みりん小さじ1/2、梅干し小さいの1つ分、かつお梅やね。かつお梅、ここにさらにかつお節。よし、オッケー、盛り付けよ。ちょっと味薄いかな。薄かったらお醤油足してまあでも梅があるからなと思って。でもちょうど良さそうだけどね。追加でかつお節ちょっと乗せとこう。はい、オッケー、完成。豚こま、大きいパック買ってきたから今日と明日で使うわ。今日は高菜炒め風にしていこうかな。まずはお肉に火通そう。お酒でちょっとほぐしとこう。なんか一塊になる予感もしてるけどいいですか。あ、もう大きな大きな一塊じゃあお肉もチンしちゃおう。半分チンしてみれば。レタス、これもちょっとチンしてお肉と一緒に食べよう。食べやすくなるからねレタス50円やって。安っ。安いやろ。ちょっとちっちゃめやったけどでも綺麗やったし。じゃあこれも後でチンしよう。はい、チンできた。4分チンした。いいよ、固まってないよ。あ、か。でも許容範囲じゃないかな。ほぐせる。あ、ほぐせるほぐせる。あ、ほぐせるほぐせる。よかったよかった。
末ボールで混ぜようかな。ちょっとチンしすぎた気がするな。3分半くらい。じゃあ味付けしていこう。お醤油小さじ1ぐらい、ごま油小さじ1、からし高菜これも入れよう。なんかからし高菜もさ、急に食べたくなるじゃない。 OK、 混ぜていこう。ちょっとだけオイスターソース入れよう。最後砂糖ちょっと入れるわ。調整しております。こんなもんかな。 OK、 レタスもチンしちゃう。あ、ちょっと汚く感じちゃう。ちゃんと言う。レタスは1分半チンでちょっと蒸らすがいいんかな。これ2分やったらこうなった。レタス敷いちゃおう。隠してるな。チンしすぎたな。あ、これ綺麗ですね。じゃあ肉も乗せよう。ごめんなさい。一回調子狂うとね。人生やな。どう？美味しそう。なんか最先端のかき氷みたいな。あるけど、宇治抹茶和風やね、多分。和風やね、多分じゃない。トマトちょっと乗せとくわ。ちょっと、今日も糸唐辛子乗せるわ。今日こそ糸唐辛子を。すごい映えさせてくれるね。オッケー、完成。今日はもう決めてました。冷蔵庫にいる小エビを。あ、いいね。こんだけ入れちゃうし。なんて、なんて言った？あ、なんかいいな。コーヒーみたいに入れる。で、ここで3分ほどちょっと蒸らします。コーヒーちゃうよ、コーヒー豆ちゃうからさ。ぬるなるだけ、ぬるなるだけ。あ、ちょっと、完成です。いつもちょっと多いよな。いただきます。味噌汁は、うん、あ、美味しい。エビの風味がちょっと出てる。出てる。あ、これわかめか。ちょっとこれもういっちゃいます。美味しいわ。あ、うん、あ、食感残ってていいわ。ご飯いける。うん、どうかな、高菜不安なの。うん、味付け悩んだけど、うん、うん、うん、あ、レタスいいね。うん、チンしてよかったわ。あ、いい。マヨネーズかけたいな。まあ、合うやろな。マヨネーズいくやん。見えてるよ、一番特徴的なとこ見えてる。これはだってさ、いや絶対美味しい。最近あれやで、その暑いからさ、汗かいてるからさ、うん、運動してる感じになってるけど全然やからな。え、全然筋肉は使ってないからさ。マジフルマラソン走ってるぐらいの汗の量。汗はかいてる。夏楽やなと思って。だからその分マヨネーズも食べていいやろと。わかんない、もう美味しい。やっぱマヨネーズかけられると腹立つ。いや全然高いよ。ただそのカロリー的に大丈夫かなって思うんだけどね。いやでも夏は運動してるからね。してないのよ。だってあんなに汗かいてないから。エンドレスよこれ。比例せんのよ、汗の量と運動量と。でも俺すごい寝起きでさ、汗かいてるやん、うん、やっぱ嫌。嫌じゃないよ、別に。嘘じゃないから。あ、ほんとに。俺嫌だなと思う。俺、こんな旦那嫌やなと思うもん、俺。いや、どうなんやろ、多いんか。
かな。湿ってると思ってさ、自分の汗やから許せてるけどさ、俺知らん人の汗やったら。なるほどな、うん、いやでも無臭やからっていうのはある。許せてる。もう全然嫌じゃないな。あ、よかった、なんか、うん、よう文句言わんなと思って。言ったところでじゃないけど。まあな、別々で寝ましょうかにしかならんもんな、うん、ビニールシート引いて寝る。ビニールシート敷いて寝る。ビニールシート敷いて寝る。忘れて。逆に汗かいてない時の方が心配になったよ。本当汗かいてない。体調悪いんかな。ごちそうさまでした。トマトと豆苗サラダ作っていこう。今日もなんとかいけそうや。食材が持った、うん、最初の買い物とあったものと取ったものと。取ったっていうのは盗んだってこと。違う違う、それやばいよ、いけてないよそれは。トマト切ってこう。レタスもちょっと余ってるから入れちゃおう。 OK、 じゃあ味付けしていこう。お砂糖小さじ1、醤油小さじ1、お酢小さじ1、ごま油小さじ1。こんなもんかな。今日はこれでいってみようかな。で、盛り付けよう。OK、 サラダ完成。エリンギとナス、今日はこれと豚肉をちょっとカレー風味にしよう。じゃあナスビ切っていこう。エリンギも切ってこう。じゃあエリンギの上に豚肉のせちゃおう。ちょっとお酒かけよう。でここにめんつゆ大さじ1でカレー粉。ご存知、カレー粉、ジャワカレーのカレー粉、ジャワカレー中辛。この上にエリンギのせよ。エリンギで挟もう、お肉を。なんで。なんか柔らかくなりそうやし。ちょっと上にもカレー粉ちょっとかけとくわ。キノコに味がつかんかったら嫌やから。で本当はナスも一緒に入れたいんやけど、ちょっとそのサイズの耐熱容器がないから、ナスはナスでチンするわ。じゃあチンしよう。じゃあまずお肉とキノコは4分。はい、チンできたけどどうかな。おお、ちょっと混ぜてみよう。昨日見た。見た見た。これはこれででもいいかもしれんけど、思ったよりあれやね、色つかんのよね。ねえ、でチンしたナスビも合わせちゃう。カレー粉追加。ちょっと見た目あれやけど、味はなんか整った気がする。じゃあ盛り付けよ。ほんと本場のカレーで見る色やな。どこのこと言ってんの。この色のひき肉のカレーあるもんね。あるある、本場のさ、うん、あれやろ。どこのこと言ってんの。行ったことないのにさ。ここに飾ってあげよう。んで卵黄をのせたい。はい、完成。今日もあの卵白のスープで、説明書に書いてある8振り。カフェ感がするよな。ここにペコ。
あ、台無しや。オクラ入れよう。じゃあ完成です。なんだ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 よ、肩トントンした。したよね。あ、おいしそう。うん、オクラの味結構出てるね。うん、なんかちょっと半熟でいいよ。ちょっとサラダ食べてみていい？うん。あ、うんうんうん、うん、まあまあ少し甘めの、なんかカフェのサラダっていう感じの。うん、あるな、こういうの。ちょっとこれ食べな。うん、本場の。全然違う。え、ジャワカレーやし。うん、あ、もうしっかり味付けるわ。めっちゃカレー味、おいしいぞ。おいしいね、好き好き。今気づいたけど、うん、カレーとめんつゆでしょ。うん、カレーうどん。ほんまや、むちゃむちゃ肉カレーうどんや。うん、うまっ。火使わずできたはできたんやけどさ、うん、耐熱容器大きいのがないせいでさ、うん、洗い物があんまり減らせへんかったっていうのがちょっと心残り。やっぱ夏といえば怪談話やろ。うん、まあね。で、正直そんな怪談話持ってないやろ。ないない、一個もない。で、そこでたどり着いたのが、うん、その昔話を自分の実体験のように喋ったら怪談っぽくなるんかな。うん、だ、そういう場が来てもそれでしのげるというか。しのげるかな、バレそうやけど。いや、多分いけるな、これ。結構の去年の夏に体験した話なんやけど、うん、川に行ったら、うん、川で遊んでたら、うん、川上から、うん、桃うん、桃、大きい桃が流れてきて、すごい大きかったんで、おいしそうやなと思って、で、家持って帰ったんで、食べようかなと思って切ったら、多いけど。だから人が、いや、ホラーやけどな。いや、本当なんて。バレるって、それはホラーではあるけど、その桃太郎知らん人がいいひんからさ。知らん人いたらいいよ。どこで、そんなにその話ってなるけど。なんか大きくなったら鬼退治行くって言い出してさ。めちゃめちゃ怖いけど。先月登山行って、うん、で山道をさ歩いてた、うん、したら赤いなんかふんどしみたいなした子が斧持ってね、斧持ってる熊に乗ってカサカサカサって言うから、その子やったら熊に乗ったらその子ちょっと金って書いてる。そうか、昔話はジャンルホラーだよな、ちょっと。よく泣かずに聞いてたよ、ちっちゃい頃。昔、昔じゃなかったらこんなに怖いんだな。また最近怖い話あった？怖い話？うん、あ、でも先週、うん、まあ暑なってきたし、うん、海行こうとかって言ったんやけどさ、うん、なんか浜辺で、子供たちが、うん、なんか集まってるなと思って見に行ったら、うん、カメ？髪がいじめられてて、うん、かわいそうやなと思って助けたら、あかんよって言ってこの助けたんやけど、うん、そしたら亀が竜宮城行きます。そう、浦島太郎になって思ってるやつ、それ主役になって思ってるやつ、それもう主役は違うんか。うん、それはもうだって質問殺到されるよ。難しいなこれ、おじいさんおばあさんなんか。そうそうそう、ちょっとはずらさんとさ。あ、そうか、うん、かかんのか。いや、難しいわ。竹を切ったなんか女の子いて、秋ぐらいかな、月からさ人がなんか迎えとかなんか言って、すっごいたくさんの人が来た、月から。月からごちそうさまでした。